ドルフィンはアメリカ海軍の潜水艦。V ボートの一隻で同系艦はない。艦名はイルカの総称にちなんで命名された。その名を持つ艦としては第一次世界大戦時に購入した民間モーターボートオラベル号を解消した昇海艇以来6隻目。なお、退役から十三年後に深度先行実験開発潜水艦として七代目ドルフィンが 収益している。当初の艦名は V-7 であり、船体番号は SF-10,SSC-3 であった。マイルカハンドオイルカ大西洋マダライルカドルフィンはメイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1932年3月6日に ED トーランド夫人によって命名、浸水し、1932年6月1日に、 艦長、JB グリッグス少佐の指揮下収益する。ドルフィンのモデルシップは、第一次世界大戦の賠償データ U ボートのうち、水型潜水艦の一つである、U127 型潜水艦である。1926年に開かれた、潜水艦関連の会議において、U127 型潜水艦が、巡洋潜水艦として最低限の能力を持つとして、 潜水部隊の総意として建造が要望された。建造に際し、構造一切をアメリカ海軍方式に改めた上で、試作艦として建造されたのが V-7 であり、建造途中に命名方式が変わって、ドルフィンと名付けられた。モデルの U127 型潜水艦と比較すると、ドルフィンは、魚雷の搭載数が21本と、艦型の割に多く、機関も、艦型に、 手頃なエンジンを得たことにより、艦型自体の小ささと、魚雷車線の少なさ以外は、ほぼ潜水部隊の要望通りの潜水艦となり、概ね好評であった。しかし、1930年のロンドン海軍軍縮会議による潜水艦整備計画の修正により、同計艦が建造されることはなかった。なお、1932年度計画で建造された、 カシャロット旧潜水艦もドルフィンと同様に U127 型潜水艦をモデルシップとするが艦型はドルフィンより小型となっている。ドルフィンは1932年10月24日にニューハンプシャー州ポーツマスを出港し12月3日にカリフォルニア州サンディエゴに到着第12潜水船体に合流する。 ドルフィンは1933年3月4日まで西海岸で戦術訓練及び魚雷発射試験に従事し、その後東海岸に向かう。3月23日にポーツマス海軍造船所に到着し最終公務及び報告を行い、8月1日まで泊まる。ドルフィンは第12潜水船隊に 再び合流するため1933年8月25日にサンディエゴへ戻った。その後、ドルフィンは西海岸を巡航し、時折訓練を呼び、艦隊の問題のため、真珠湾、アラスカ、パナマ運河地帯へ航海した。1937年12月1日に、ドルフィンはサンディエゴを出港し新たな母港の真珠湾に向かう。 真珠湾には一週間後到着し、艦隊演習及び訓練を継続した。1940年9月29日から10月25日までは、西海岸を巡航した。1941年12月7日の真珠湾攻撃の際には、砲火の縦機器への攻撃を行い、その後は、日本の潜水艦を探索するため、ハワイ諸島を偵察した。その後、 ゴードンビーライナーの指揮下、紹介行動に出ることとなった。12月24日、ドルフィンは最初の紹介でマーシャル諸島方面に向かった。この紹介は後の空襲に備えた調査も兼ねていた。1942年1月7日にはジャルート艦渉を偵察。ジャルートとトラック諸島間の航路を紹介した後、1月23日からは、 マロエラップ干渉を偵察した。2月1日には、空母歴シントンを機関とする第11任務部隊とすれ違った。2月3日、ドルフィンは42日間の行動を終えて、真珠湾に帰島艦長がロイヤルエルルッターに変わった。5月14日、ドルフィンは2回目の紹介で日本近海に向かった。途中、6月3日から6日にかけてのミッドウェイ海戦では、 ミッドウェイ島の製法を広範囲に探索した。6月8日にミッドウェイ島に寄港して修理と補給を行った後、11日に出港して紹介を再開。タンカーと駆逐艦への攻撃を行ったが、結局戦果はなかった。7月24日、ドルフィンは68日間の行動を終えて真珠湾に帰島 7月27日から9月2日まで修理が行われ、レーダーが装備された。10月12日、ドルフィンは3回目の紹介で、千島列島方面に向かった。この紹介は、激しい風雨にさらされ、戦果はなかった。12月5日、ドルフィンは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。これが、ドルフィンの最後の紹介となった。 第一戦を退いたドルフィンは、真珠湾での訓練任務に割り当てられ、1944年1月29日まで、従事した。その後、パナマウンガ地帯に移動して、訓練を行い、コネチカット州、ニューロンドンに3月6日に到着し、訓練官任務を命じられる。ドルフィンは終戦までこの基礎的な任務に従事し、1945年10月12日に、 ポーツマス海軍造船所で退役した。ドルフィンは1946年8月26日に売却された。なお、戦争中のアメリカ潜水艦に施された回収は、船体に疲労が生じていたことと訓練艦に転じていたこともあり適用されなかった。ドルフィンの3度の紹介のうち2度目が成功として記録された。ドルフィンは、 第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。